どうもすずもです。今回も内入りタワーオブシリンやっていきましょう。というわけで皆様明けましておめでとうございます。今年もすずもとオンラインをよろしくお願いしますじゃあ早速やっていきましょうか。ですね、そうだね、前回はパーツ、ここの謎解きありましたね。水、とりあえず水亀はすぐできそうなんで、そこだけ済ませましょうか。そこから順に。どうだったっけな、こっち？こっちじゃないな。ここにね、水を多分流すんですよね。その水がどこだったかな？左上かな？こっち側だったと思うんですけれど。あ、ここだ。ここで水をためためした。はい、ためため。入りましたね。水で壺をいっぱいにしたと。これでここはもう用なしかな？うん。これなんだっけ？あー、そっか。これもちょっと後でやりましょうか。となると、水を流すともしかすると、上にある宝箱を取れるようになるのかな？どうだろう。はい。おー、綺麗。なんか、こういう、ありましたね。水時計みたいなやつってありましたよね。お土産品みたいなので。それだけ？水が流れ落ちるだけ？どこか何かなったはず。なるはず。でも何かあるはずだよね。一応覚えておこう。水を流して、水が流れ落ちていくのは何なんだろう。何だったんだろう。今はもう水の跡が残っただけだけど。水の跡、ここ、あみだくじみたいな。あ、ここは、こうか。こう、こう。こう、ちょっとわかんないですね。で、ここはアイテムが入りそう。アイテムか。今レンガしかないものな。さすがにレンガが入るわけもなく、ガラスの向こうに何かあるで宝箱があると。で、ここはそういうことか。おそらくは水の流れだ。これは水の流れだ。水だったんだ。こうで、これが難しいんだな、なかなか操作が。こうして次はちょっと待ってよ。左、右端、ちょっと真ん中寄りの左、あ、違う、これあれか、このパネルで数えたらいいのかな。左からには、まあ、端行って、まあ、真ん中寄り右端左端でいいのかな。よし、いけるかも。右端で、次右端、よいしょよいしょ、右端、あ、そういうことか。こうか。で、次はおそらくはここ、こうして、で、また右端で、最後は？最後も左端か。いや、あ、危ない。こ、あ、違う。ここ。よいしょ。ここまで来て。はい。で、こう。どうでしょう？間違えた！まあ、ここは揃ってて、パネルか、やっぱり。このパネルで数えた方がいいのか。このしぶきのあるところ。しぶきの上、しぶきの上、真ん中から2個目のしぶきかぶるところ、ここは、ここと同じ列、最後は何もないところ。波の模様の隣の空白。ここ。あれれ、なんかできないぞ。ちょっとここ後回しにしましょうか。なるほど。いきなりつまずいてしまったな。そっかそっか。最終的にヌーラ語全然読めない。レックスがいれば。あ、こんなのあったんだ。あ、押せる。なるほど。ちょっとこれ見てみよう。パンとか人とかなんかいろんな絵が描いてある。これもおそらくあるでしょう。あ、これだな。あ、でもなんか全然わかんない。これ描いてることと違う。書いてることと違う。これが一番近い絵を指し示してんのは、なるほど。ちょっともう一回さらーっと
回ってみましょうか。あ、回転ね。回転。どんな1432で上はクマ。12344列、4列なのよな。あ、ここは鍵だから関係ない。こっちは。あ、ああ点ん、サイコロみたいになってますね。これ多分この絵だよな。この絵だ。どういうことだろう。この点とここを合わせる。ここの点とここを合わせる。はい？アパラみたいなのがある。これは、これも動くんだ。これは動くの。これは動かないんだ。これは動かないんだ。左下から始まって、この花。1、2、3、4、全部で5、6、7、8、9、10人いる。1、2、3、4、5、6、7。いや全然それ以上いて。5、このこれはどういう意味なんだろう。5、5で10ってこと。バラは真ん中にありましたよね、あそこの絵の。あ、そっか、こっちに来たか。まずちょっと先こっち見ましょうか。じゃあで、ここには、あー、それぞれこういったパズルがあると。で、猫ちゃん死んでるんだ。うん、ふんふんふん。周りの人すごく悲しそう。彼女のこと好きだったんだ。特別な人だったのか、リーダーみたいな。おー。で、ここの本が、女の人、他の人とは違うみたい。起承転結になってんのかな。この青いオーラ、ベア。はあ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 、そうだ、ベアを感じ取ってるんだ。だから他の人とは違うのか。これソルーナタワーだ。場所はシリン。いや違うよね、過去のものだし。それよりなんで女の人が塔の上にいるんだろう。何をしてるんだろう。もしかして私と似たような人なのかな。ベアを塔の上で感じているんだ。ヌーラ人が彼女のためにタワーを建ったの。空からベアを感じ取るために。はあ、そういった考え方もできますね。確かに。なんだこれ、パレード。おー、でも送られてますね。いや壮烈だ。うん、町の下に死体を運んでるんだ。うん、この死体を運んでる場所ってあの棺が彼女のってことか。私がいるところ、ここお墓なのか。神殿ですね。祀られてるってことはあるでしょうね。これってクリスタル。はいはい、クリスタル。うん、ビジョンをこのクリスタルの中に収めていたんだ。でもなんでここで亡くなった女の人が。ちょっと待って、もしかしてビジョンを作るために彼女を使った。今私が見てるものって誰かの記憶なの。彼女の記憶ってことなんでしょうか。で、これはどういうことだ。これだな。左上から、左上から神殿、ソルーナ、ベア扱い、クリスタル、猫ってことなのかな。それを配置すればいいってこと？左上から先に、だからこれをこうして、神殿、ソルーナ。あー、でもそっか、これだと順番がどうなんだ。で、クリスタル、猫ですよね。待てよ、これなんか指の形か。2だ。2、3、4、1、2、3、4、5ってことか。神殿があり、ソルーナタワーに登り、彼女が、クリスタルを触れ、ベアでもって、オーラで、ビジョンで、うんぬんかんぬん。そ、しかし最後は亡くなってしまって皆が悲しむ。こういうこと？違う。物語の順番ってことですよね。一番最初、まずあるところにこのベア扱いの女の人がいました。昔々あるところに、というかシリンには、ベアを使う使者がいましたと。彼女は日々塔の上から、塔の上や何かで、オーラを集め、
人々の役に立っていましたと。ある時、女の人は神殿に連れて行かれ、そこで、クリスタルでビジョンを見、しかしそこで力尽き果て、そのまま亡くなってしまいました的なことではない。となると死んでしまったのが後か、こうか、運ばれて最後死んでしまったと考える。違うみたいだ。わからない。まずい、わからない。これは弱りましたね。3と4と、7と3、4、7。3が1つ、3が2つ、4が4つで、次が7かな。7も4か。もう8も4つ。で、9が1、2、3、4。3以外は全部4つずつあるってことか。3以外は全部4つずつある。どういうことなんだ。何にも解決しないぞこのままだと。何一つとして解決していない。あとこれか、この謎の記号が上に彫られていて、この謎の記号、これだ。 M なんとかみたいなので、 M 元旦の単の逆、そして本は塔と大工と、なんだろう、女の人。あれでもなんかちょっと違うな、形が、ちょっと形が違う。僕の知っている記号とちょっと違う。完全に絵だもんなこれは、形的には。あー、そっか、これも関係しているか。なんかそれぞれの仕掛けがそれぞれお互い連動してるのかな。どれか一個ずつやろうとしてもダメなのかな。あとこれか、これもこれもこれ、あとここか。もう一回調べてみよう。起承転結、クリスタル、死んでしまった彼女を生き返そうとしてるってことなのかな、これは。もしかしてそう考えると、まず1話は町に彼女がいましたと。彼女は民のために大きな力をソルーナ島で使いました。しかしそのエネルギーはあまりに大きくて彼女の体は耐えきれず亡くなってしまいました。筋は取っていますね今のところ。人々は彼女を、神殿へ運びました。倒れてしまった彼女を神殿へ運びました。そしてクリスタルの力ベアを使い、彼女に力をもう一度みたいなことですね。やっぱりどうやら合ってましたね。なるほど。まあ最終的な意図はまだわからないにしろ、まあ大まかな流れはそういったところですね。四角い石を手に入れた、鍵か何か。まず人、とりあえずはまず一つ目、解くことができましたね。ここに、あー確かに四角いな。これをここにはめ込むことができれば。できないんかい。できると思ったらできないのかい、それ。本当に本当にですか、それは。できないんだ。レンガでガラス割っちゃえばよかったんだ。そんな粗暴なことも許されないと。なかなか難儀ですね。規制規制の世の中で。いや、これ解くか、なんとか。赤い点赤い点。あ、レンガ、こんなところにレンガがあった。隣あったところに置いてみるか。二重丸の隣にはトンネルだから、トンネルを二重丸に。で、この字の
え、10、まあ17としましょうか。インでもいいですけど。お、木先に重ねてみるか。なんかこう対になっているってことなのかもしれません。これは20丸のところに重ねてあげて、木先の方に重ねてあげる。こういうこと。ああ、やっぱ隣り合ってるものが対になってるから、それを重ね合わせるってことか。そして私、四角い石を手に入れる。そればっかだな。光がなくなった。ここは溶けた。ああ、これでようやく2つ目か。んー、これどうすんだ。これどういうこっちゃ。